カールル・ペトロービチース戦は、ロシア帝国の海軍軍人である。デンマーク系、日露戦争では、ウラジオストク巡洋艦隊を率いて、通称破壊戦を行ったが、ウルサン沖海戦で敗れた。巡洋艦、アジア、開港途中の一等巡洋艦、クロモボーイ、ウルサン沖海戦後の一等巡洋艦、ロシア、ロシア帝国支配下のラトビアに生まれた。1869年、 海軍士官学校に入学、水雷科や法術の教育を受けた。1890年に国海艦隊の水雷艇、アードレル艦長を皮切りに蒸気船、ネバ、に当獣未艦、アジア艦長を歴任した。1897年、一等査艦に昇進した。1898年、新造され、太平洋に開港される一等獣未艦。 グロモボーイ艦長として極東に赴任した日露戦争勃発直前の1904年2月に海軍少将に昇進し旅順港にある第一太平洋艦隊副司令長官及び巡洋艦隊司令官に任命される。開戦後ステパン・マカルフ司令長官によりウラジオストクにある4隻の一等巡洋艦を機関とする巡洋艦隊司令官に任じられ、機関 ロシアに着任した。3月末に、再評価を使い出航が可能になると、ウラジオストクを根拠地に、朝鮮半島沿岸の日本海から、太平洋方面にかけての広い海域で、精力的に通称破壊戦を繰り広げた。日本陸軍の輸送船や商船を、次々と撃沈し、津島にまで出撃した時には、日本の宝艦2隻を撃沈した。3月末、 ウリュウ外基地少将を率いる巡洋艦隊と交戦したがに損害を出すが、勝敗はつかなかった。この選考により、第四党制ゲオルギー勲章を受章。しかし同時に、極東総督エブゲーニー・アレクセーフにより1日の皇帝範囲外への出撃を禁止された。旅巡艦隊が航海海戦に敗れた4日後の1904年8月14日、ウルサン沖海戦で日本海軍、 第二艦隊と交戦、一等巡洋艦、流陸を失った。しかし、流陸救出を諦めなかったため敵将や自軍から称賛を受けた。この戦闘で艦隊主力であった一等巡洋艦がすべて大きな損傷を受けたため、ウラジオストク艦隊は半年以上活動ができなくなった。旅順艦落後の翌年に1月2日に壊滅状態の第一太平洋、 艦隊巡洋艦隊司令官に任命された。6月には、ウスリーカ戦艦隊に転属した。終戦後、第二太平洋艦隊と逆のコースで、太平洋からバルト海への開港を行った。1906年、敗戦の責任を負わされ左遷されたが、海軍長官の交代により1908年に、名誉回復されて、バルト海艦隊副司令官に任官した。しかし、 翌1909年にニコライ・フォン・エッセンがバルト海艦隊司令官に就任すると海軍中将をもって退役した。その後はリガーでドイツ系企業の造船所監督を務め、1913年にはノビーク級駆逐艦建造を受け負った。サンクトペテルブルクで死去した。ありがとうございます。